どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ブリティッシュアウェイズのマイレージサービスのアビオスがですね、変更が発表されまして、こちら結果的にですね、日本でね、利用される方は解約っていう風になりますんで、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。 ということで、ブリティッシュアウェイズのバイレージサービスであるアビオスでですね、特典航空券を発見すると、諸費用などがですね、非常に高かったんですよね。まあ、これは結構有名なんですけども、これが大幅にね、削減するっていうのが先日ね、発表されたんですよね。ですので、私はね、諸費用がね、削減されるっていうふうになりますんで、あ、これはね、結構いいんじゃないかな、なんていうふうに思っていたわけなんですけども、 なんて言うんですかかねね日本にいるる方からすすすと解約なんですよ、ね、でよけどもこれねあの海外で利用する場合はですねいいニュースっていう風になりますんでちょっとねややこしい部分なんですけどもこちらの解説、ね、やっていきたいななんていうふうに思いますのでブリティッシュアウェイズのねアビュスまあ持ってる方ねまあ私はねあと3万枚いるぐらい持っていてどうしようかなっていうふうに思ってるんですけどもまあ一時はですね結構ねあの日本国内でもねお得に利用することができたのでまだね持ってる方もねある程度いらっしゃる るかななんていうふうに思いますので、気になる方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなぁと思います。 ということで、アビオスでね、特典航空券発見すると、税金とか諸費用とかはですね、結構高額な料金がかかるんですよね。例えば、えー、ロンドンからニューヨークまでの往復ですね、こちらをビジネスクラスで発見すると、10万マイルプラス1500ドルとかかかるんですよね、諸費用で。めちゃくちゃ高いですよね。マイルで発見している意味が、ね、ないぐらい高額なね、諸費用がかかるっていうふうになるわけなんですけども、まあこういったね、高額な諸費用を支払わないで済むようにですね、ブリティッシュアウェイ リワードフライトセーバーっていうねプログラムがありましてマイルをね多く支払う代わりに消費を下げることがねできるようになるプログラムがあるんですよね。でこれがです、ね、今までは 短距離路線のみね、利用することができて、長距離路線とかではね、これ利用することができなかったんですけども、今回ですね、長距離路線でもね、利用することができるようになったんですよね。ですので、先ほどは、えー、往復ね、ビジネスクラスでロンドンからニューヨークまで行こうとすると、10万マイルプラス1500ドルとかね、かかってたわけなんですけども、これからはですね、片道ね、8万マイルプラス350ドルでね、初費を利用することができるようになるんです 以前は片道5万プラス750ドルっていう風になりましたので必要マイル数はね多くなったわけなんですけども消費を、ね、かななり抑えられるるいう風になるんですよ、ね、まあ片道8万マイルプラス350ドルということでまあ十分高いっていう風になるわけなんですけども、まあ、今までに比べるとです、ね、かなりね抑えられるように なったっていうふうになるんですよね。で、日本だとどうなるんだっていう話なんですけども、羽田からね、ヒースローまで直行便ね、14時間40分の長距離路線がですね、日本から就航しているわけなんですけども、こちらですね、今検索すると、こういった形になるんですよね。3万5 0アビオスプラス5万1 0と50円ということで、こちらね、昔減額キャンペーンもね、行われてた路線で、まあ、オフピークでこの3万5 0 アビオスプラス5万1050円ということでで今回のこの発表がある前まではですね通常オフピークで1万9500マイルでねこの路線発見することができたんですよねですので今調べるとですね3万5000アビオスということで今までよりですね増えてるんですよねしかも初費用は5万1050円ということでもともとね今サーチャージが高いですよねまたね円安の影響もこれ受けてると思うんですけども初費用もね5 五万一千五十円ということで、普通にね、諸費用も高いんですよね。はい、こういった形になっておりまして、あの、今回のね、発表は、その。 ロンドンとかね、あの、ロンドンからニューヨークとかね、そういった路線ではね、いいのかな、なんていうふうに思うんですけれども、東京からロンドンとかね、こういった路線ではですね、残念ながら、今回のね、変更はですね、解約って言った形になるんですよね。ですの、ね、で、これで利用しようと思った場合、3万5千アビオスプラス5万1050円なんで、往復7万アビオスプラス10万を超える感じになるんですよね。いやね、これ発表された時に、あ、

思ってですね、おこれいいんじゃないかな、なんていうふうに思ってたんですけども、ちょっとね、あのー、日本から利用しようと思うとですね、残念ながらね、今回のこの変更はですね、ただ単に必要マイル数が増えたっていうね、残念なね、解約になってしまったんですよね。ですので、このアビオスね、保有されている方は、まあ、海外にいてですね、どっかに乗り継ぐ際に、こちらのアビオスね、少しね、今までよりかは使いやすくなったっていうのはですね、覚えておいていただければな、なんていうふうに思って 残念ながらね今回の変更は「えー、解約」っていった形になります。 それでは次にですね、今回ね、ブリティッシュアウェイズの話をね、中心にしていきたいなと思ってたんですけども、ちょっとね、他のマイレージプログラムでも、いくつかね、ニュースが入ってきておりまして、先日ね、あの、こちらの動画でね、解説させていただいたんですけども、エアカナダのマイレージサービスで、シンガポール航空のね、長距離路線のビジネスクラスとかもね、発見できるようになったということで、非常に注目してたわけなんですけども、先日ね、エミレーツ航空とのパートナーシップをね、発表いたしました。これねパート 発表したとということでエアーカナダの前で,ですねエミレーツ航空のビジネスクラスエコノミークラスねこちらすでに、ね、発見できるようになっているっていうふうになりますのでまたですね2023年からですねファーストクラスもね発見できるようになるっていうね話ですのでこのねエアーカナダのマイレージサービスね かなりいいですよねまたね実際にファーストクラスね発見できるようになったらですねどっかの動画でね紹介していきたいななんていう風に思いますのでぜひねチェックしていただければなと思いますまたねエディハード航空なんですけどもエアバスス380をですねね4機復活させるっってていいうニュースが、ね、入ってまいりまりした知ってる方もねいらっしゃると思うんですけどもエディハード航空のエアバス380のファーストクラスはですねザ・レディデンスっていう風に呼ばれておりまして専用 のシャワールームまでね、あるような。 ファーストクラスっていう風になっておりますんでちょっとね画像とかはですね残念ながら公式サイトに今もう載ってなくてですねお見せすることができないので登場レビューね出している日本のユーチューバーの方もねいらっしゃいますのでぜひね気になる方はエアバス380のエディハードザレジデンスみたいな感じでね検索していただければ見れるっていう風になりますんでこれねめちゃくちゃ楽しみですね今のところアブタビからねロンドン路線のみでね運行されるっていう風になっておりまして 最初の便はですね、2023年の3月ぐらいね、予定されているっていう風になりますのでこのね、エディハド航空の航空券はアメリカン航空とエアーカナダのね、マイルでも発見することができるっていう風になっておりましてもう現時点でですね、エアバス380のエコノミークラスとビジネスクラスはですね、もうね、取れるようになっているそうなんですけどもファーストクラスはですね、残念ながらね、まだ発見できないようになっているみたいなんですよね。これれね、今後開放されるかもしれま のでこれもねねね放されたたら、ね、めちゃくちゃゃく乗りたいですよ、ね、もうねエアバス380っていうのはどんどんねあの ANA はねまだ全然飛ばしておりますけども世界的に見てですねこのエアバス380っていうのはどんどんね退役している飛行機っていうふうになりますんでこれね再開されたらねこちらもちょっと乗りたいですよね。まあ、こういったねニュースがございましたのでちょっとね紹介させていただきました。 ということで、今回ですね、ブリティッシュアウェイズのマイルが変更発表されましたので、解説させていただいたわけなんですけども、いやー残念ながらですね、日本で利用する、しようとするとですね、解約っていうふうになりますんで、まあ海外でね、利用されるのがいいですかね。ちょっとね、私もね、3万マイルほどね、どうやって消化しようかね、考えなきゃいけないですね。まあ前回ね、 あの、世界一周した時に、アメリカ国内ね、アメリカン航空発見することができるんで、ここで利用しますかね。あの、アメリカン航空で発見しようとすると、年にサーチャージかかんないんですよね。まあ、ちょっとね、必要マイル数は多かったりするんですけども、まあ、今ね、サーチャージ高いので、まあ、サーチャージがかからないのはね、利用しやすいですよね。ちょっとね、残念な発表ではあるんですけども、今回はね、こういった形になります。ということで、今回のはね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひ お願いいたします私ブログツイッターもやってますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいですそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ